契約を私たち JR としたことがない、まあ、瀬戸川さんもそうですけど、例えば新幹線だったら特急券を払うのは特急券が乗れないって契約をした覚えがあるからなんとかしてるんですけど、ここに指定列車で特急券払えてても契約したらもらえたら嫌ですから。お待たせいたしました。一応お待たせいたしました。今お待たせいたします。ご注意ください。お声掛けをさせていただく。ふざけんなって話ですよ。女性専用ですと申し上げて、女性専用車ですので趣旨ご理解いただけるようでしたら、法律でも何でもないです。じゃあ余計ですよ。ただですから私は乗りますというふうに申されるんでしたら、こちらもそれを止めることはできない。知り合いでいらっしゃる、お知り合いでいらっしゃる。ちょっとなかなか通じなくて、こちらも困ってるんですけど、まあ、こちらが申し上げたいのは強制ではないということです。ただ、まあ、こういうものを設けさせていただいているので、誰もこの方に触ってないですし、まあ、この方が突き飛ばされてこうなんかよろけたとかそういうことはないということで、ですからこちらはお願いで申し上げてるんですけれども、まあ、そこをこうなんていうんですか、お願いで声掛けするのやめて。いえ違います。こちらも巡回です。だからやめてほしいんですよ。私はお願いください。お声掛けからさせて。ドアが閉まります。あともう一人は大山さん。突っ込まないでください。楽しめてます。